皆さんこんにちは。私は畠山と申しまして、この度大津波の被災に遭ってしまいました。三陸の気仙沼から参りました。それで、テレビで気仙沼の様子が3月11日の午後に、かなり詳しく報道されたようで、まあ、特に石油タンクが海に落ちまして火災が発生しましたので、本当に気仙沼が火の海になった様子が映し出されたというふうに聞いております。聞いておりますというのは、地震が起きましてすぐ、まあ、停電でありますし、それから、まあ、もちろん、水道とか電話とかそういうもの回線が、まあ、全部止まってしまいましたので、しばらくの間携帯も止まりまして、情報が全く入らなくなりました。もちろん、道も津波に流されてしまいましたので、本当には孤立化してしまいまして、自分たちが今どういう立場に置かれているのかということが本当にしばらくわからないような状態が続きました。まあ、私たち三陸リアス式海岸に住んでおる者にとりまして、まあ、津波はある程度は覚悟は常々しておるわけです。まあ、皆様も吉村明なんかの本もお読みであると思いますので、まあ、津波の歴史は、まあ、古いわけですね。特に仙台平野から仙台湾から福島にかけてのこの平らな砂浜地帯はほとんど津波が来たというふうなことは私はあまりこう知らないわけですけども、このリアス式海岸、特に今どちらかといいますとこう岩手県に近い方が偏った形で津波の被害の歴史は、まあ、深いわけですね。で、私たちのところは気仙沼は、まあ、岩手県とのもう県境でありまして、まあ、冗談に宮手県なんていうぐらいもうほとんど岩手県と言ってもいいわけでございます。で、私の津波の経験は昭和36億年、6年の知事地震津波でした。高校2年生の時に経験しました。ですからまあ、その前は、昭和8年それから明治29年というふうにこう続くわけですけれども、昭和8年の津波を知っている方々もだんだん少なくなっておりましたし、まして明治29年の津波はもうほとんどもう90近い方々しか、まあ、記憶にないということでございました。ですから津波の基準は大体昭和36年前のこの知事地震津波を想定していたわけですね。それでその頃を境にしてその津波の防波堤ですとかですね、そういうものが建設されるようになりました。うちの近くでは大船渡湾っていう湾があるんですけども、これは知事地震津波で約70人ほど の犠牲者が出ましたので、大船渡湾には湾口防波堤っていうものが作られまして、もうこれでもう大体大丈夫だろうというふうな、なんとなくそういう安心感のようなものも得ていました。3月11日に、まあ、海辺で仕事をしておりましたら地震が来たわけですね。まあ、及川先生がいらっしゃいまして、及川先生から日本という国はどういう国かということを聞いておりましたので、まあ、地震が来たらなんとかそこをですねくぐり抜けてまた収まったら、まあ普段の生活に戻ってなんとかそこをこうくぐり抜ける術を日本人は持たなきゃいけないということを、まあ、聞いておりましたので、まあ、地震をかわせばなんとかなるんじゃないかと思いまして、今回の地震はですねこのガタガタガタっていう上下に激しい地震でなくてこういう横に揺れる地震だったわけですね。で、7、8年前に三陸はるか沖地震というのがありまして、これはもう上下に揺れるですね、ものすごい体感の地震でした。山が崩れたりですね、土煙が上がっていろんなものが崩れて、で、三陸沖は30年間にですねもう9割の確率で
地震が起きて津波が来るってことは言われておりましたんで、まあその時はもうこれは三陸沖津波が来るものだと確保 しましたら、その時は津波はなかったんですね。だからそれはまあちょっとその近く の揺れ方がちょっと違うのかもわかりません。で今回の場合は今度は横にこう揺れが来ましたので、なんか違うなっていうふうな感じを持ちましたけども、とにかくこの5、6年の間三陸はもう地震が多かったわけですね。ですから津波注意報とか警報はめったに出なかったですけども、そういうものが結構多くて、少し経ちますと、津波の心配はありませんというふうな報道がこう放送がこうありますんで、なんとなくですね、みんな狼少年的なことにこうなってるような、まあ、そんな気持ちもありました。しかし今回はちょっと横揺れがこうあるもんで、でもその地震によって家が壊れたとかですね、地面に地割れがあるとかっていうふうなことはまあほとんどありませんでしたので、大津波警報は出たんですけども、どうかなと思って、まあ、海を見てみました。もちろん大概の方々は それでまあ避難はもちろんしたわけですね。しかし10分経っても20分経っても海面は変化はなかったわけですね。それで実は去年の2月にもですね、この大津波警報が三陸は出たわけですよ。これは地理でご存知かも分かりませんけど、大地震が起きまして、で50年前の地理地震津波もチリで地震が起きまして、でも日本には地震が ない津波だったわけですね。ですからまあそのことを想定して、おそらく、津波っていうのは注意報、警報、大警報とこう3つの大観があるんですけど、去年その大警報が出てしまったわけですね。それでその時はですね、まあ養殖施設にちょっと沖合に張り出しているようなところに被害は少しあったんですけども、陸の被害はまあもう全くありませんでした。ですからなんかですね、この警報の出すあり方っていうのは、まあ気象庁の方々はまあ気の毒なんですけども、そのやっぱり出さないでくればそれは責任を問われるっていうふうな体制がどうもあるようなんですね。それは50年前のチリ地震津波もですね、これは学者の中にはチリで起きた地震で日本に津波が来るということを主張してた人がいたらしいんですけど、まあ、そういう本が今出ておりますけども、それはどうも当時の学会では受け入れなかったらしいんですね。ですからチリで大きな地震が起きた時も津波警報は出なかったんです。ただ、気仙沼は幸いしたのはですね、当時の消防団長がですね、仙台用があって帰るとき夕方ですね、ラジオを聞いてたらハワイで大津波が起こって被害が出てるっていう報道があったんですね。それでこの方何かそういうことにいろいろ調べてたかどうか分かりませんけども、ひょっとするかと思ってですね、夜帰ってから夜市内にその広報車を出して、もしかすると津波があるかも分かんないからっていうことで市民に増し始めておいたわけですね。でこれが功を奏しまして、気仙沼は死者は出なかったわけですよ。でも彼はもし津波が来なかったら自分は消防団長を辞めようと思ってたそうですよ。それは気象庁がそういう警報を出してないからなんですね。民間のその一位の市民として、そういうふうにこう方法を出してる。それでまあこれは後で実感していることなんですけども、朝ですね、白々を明けの時にうわってこう津波が来たのを見てですね、実は俺はほっとしたって今言ってるんですよね。それではもちろんその消防団長は辞めなかったわけですけど、でも時の気象庁のそのお偉方はなんか更迭されたっていう話はまあ聞いております。まあそれはさておきまして、ですから去年その大津波警報が出たのに、ほんの弱い津波であったので、また大津波警報が出たもんですから、ちょっとですね、20分も来ないし、30分近くなっても海が変化しないもんですから、預金通帳とかですね、なんかその免許証とかっていうふうなものをこう家に取りに帰った方々も随分いらしたようですね。そこにですね、本当に
私もその経験則としては、チリ地震津波ですから、まあ来てもその程度だろうということで、うちの息子たちにも言ってですね、じゃあちょっとトラックを少し高いところに上げろやとかですね、それからまあ今本当に今でも笑い話にされますけど、まあ チリ地震津波の時は作業場のその床上浸水ぐらいだったもんですから、じゃあ機械類とかですね、手で持てるものをテーブルの上に上げておけば大丈夫だろうと、でそんなことをやってたわけですよね。そうしたらですね、海の潮がですね、こう引き始めたわけですよ。で、チリ地震津波の時は、この津波の引くのとその来るのと、この周期がものすごい時間が、まあ、遅いんですね。もちろんですから太平洋を渡ってくるわけですから。でも今回はですね、ザーッと潮が引き始めて、そうですね、湾の3分の1ぐらいの底がこう黒々と見えてきました。なんだかこれちょっと様子が違うなと思ってましたらですね、いきなりですね、まあ、仙台の仙台空港の方の外に海に面したところは、波頭がですね、こう白くなってこう押し寄せるような姿が見えましたけども、湾の奥の方はああいう形では津波は来ませんで、その水面がですね、うわーっとこう盛り上がってですね、そのまんまの形でとにかく奥へとこう来るわけですね。で、5メーターぐらいですね、水がこういきなり盛り上がったわけですよ。ですから5メーターというと、普通のその平屋の家はだいたい屋根までこうかぶっちゃうような高さですよ。それでですね、湾の奥までガーッとこう押し寄せてきまして、そして、まあ、ご存知かもわかりませんけど、津波っていうのはこの引き波がものすごい強いわけですね。これがガーッと来ました。それで、まあ、うちの方はだいたい家が52軒あるんですけど、44軒一発でですね、家が消えてしまいました。平屋はですね。そしてこう引いていったら、一回ですね、押し寄せて、次こう引きましたら、この引き波と同時に今度はですね、湾の約そうですね、半分近くまで海底がこう見えてきました。それはもう今までこう見たことないようなところまで潮が引くわけですね。そうしたと思ったら、今度はですね、水がまた盛り上がってですね、10メーター以上ですね、まあちょっと目視ですから分かりませんけども、とにかく最初の一杯の倍以上の水がうわーっと盛り上がってですね、で津波っていうのはその海の底からこう海面までですね、全部こう潮がこう動くってことなんですよ。だから台風とかそういうところでこう波が来ますけど、波頭がこう届くっていうもんじゃないんですね。海全体が動いてこう入ってくるわけですよ。それがもう10メーター以上のやつが来ましたが、まあ、我が家は20メーター以上ありますんで、これ危ないっていうんで、まあ、従業員は返してですね、まあ、家族をとにかく家の庭で避難させて、それで見てたんですけども、これはひょっとするとですね、本当にこう映画にあるようなああいうものじゃないか、それから、吉村明のですね、小説にあるような、ひょっとするとその40メーター以上のですね、とこまで来たっていうことがこう書いてありますけど、50メーターですか。ひょっとすると そんなことになるかもわからないとか、とにかく、どこまでこの水が来るかっていうのをもう全くこう想像できないような感じでしたので、裏山が雑木山でこう高いものですから、3歳の孫がいたんで、これを小脇に抱えてですね、とにかく上へ上がろうということで家族引き連れて、犬も3匹いますので、犬も離してですね、それでこう山をですね、駆け上がりました。そして山の上から見たらですね、まあ、うちの方はその家が大きいんですよね。唐桑御殿って言いまして、昔遠洋漁業が盛んだった頃、まあ、普通のサラリーマンの3倍 の収入がありましたんで、男息子たちがいればですね、あっという間に家なんか建つわけですよ。だから平泉文化を作った気仙大工っていう人たちの集団がおりまして、もや作りって言いまして、もうお寺のような家が、しかもその赤い瓦の家を建てるっていうのは男の解消って言われてるわけですよね。100坪ぐらいの家がね、多いんですよ。そういうのがですね、屋根がどんどんこう流されていく、その恐ろしい光景で、いやこれは本当に
まるであのモーセのですね10回のようなあんな映画のような光景を、まあ、自分が見てしまったわけですね。まさか大体ですね一生の間に津波に2回会うってうちの法人は言われてるわけですよ。だから、まあ、知事地震津波があったからもう1回ぐらいはひょっとすると会うかもしれないとは思ってましたけども、まさかですねこんな巨大な津波に会うとはですね本当に、夢にもあの思っておりませんでした。まあ、しかし現実がもうそういうものですから、まあ、向かわざるを言いませんので、まあ、とにかくそれでも奥へ山奥へ逃げようということで奥へ逃げていきましたら近所の人たちがですねやっぱり避難してきてみんなそこへ集まって30人ほど集まっておりました。まあ、家の近くに15軒ほどの家があったんですけどもそれはだいたい我が家よりもみんな低いので全部流されてしまっているわけですね。でだんだん今度はあのまだ3月でしたからあの寒くなってきて雪もちょっとパラパラ降るとかですね暗くなってきましたんでそしたら気仙沼の町の方からものすごいドッカンドッカンという音が聞こえるわけですよ。つまり石油タンクが爆発してる音をですね真っ黒い煙が上がるし本当になんか、なんていうんですかねあの戦争の時の多分その爆撃を受けるとああいうことになるんじゃないかと思うようなまあそんなことですね。まあ、しかし、お年寄りの方々もいますし30人ほどいますんで、まあ、我が家の家族とともにですね今夜をとにかく過ごさなきゃいけないのでもしかしてうちが残っていればその人たちを、ね、収容することができるということで、少しあの海も収まりつつありましたので家にこう恐る恐る帰ってみました。まあ、家はあの残っておりました。しかし庭へ降りてみてびっくりしたんですけど我が家海抜20メーターのところなんですがそこの木の枝にですね海で使うあのいろんなフロートとかビンダバとかロープとかありますああいうのがみんな引っかかってるわけですよ。今でもそれ記念のようにあの木の枝に引っかかってですね、まあ、冗談にこれはインテリアではありませんって言ってるんですよね。本当に今でもそんなものがここにあのそこまで水が来たってことですね。いやー本当にですねこれはもう何て言ったらいいか、まあ、もちろんその養殖業っていう、ね、商売は海にイカダを浮かべてやる商売ですからもうそんなものはもう跡形もないし施設も船もですね、まあ、あらゆるものが全部もう消え去ってしまってるわけです。まあ、しかしというか今は生きなきゃいけないわけですから30人の方々を我が家に引き連れてきて家を開放してですねとにかく寒くなってきましたので、まあ、お年寄りを中心に、あの家に入れてですね、男たちはまあ車に入ったりですねしょうがないから、まあ、いろんな形 で朝を迎えました。朝を迎えまして下をあの見たら本当に何にもない風景がこう、広がってるわけですね。まあ本当に神様は本当にすごい試練をこう与えになるというかひどいじゃないですかっていうふうな気持ちですね。やっぱりこれはあのチリ地震津波ぐらいでしたらねまだ許容範囲といいますかなんとかやれるという気持ちはあるんですけども今回は本当にあの、まあ、現場に来られた教団の先生方もいらっしゃいますけども、本当にですねあの想像もつかないようなあの津波でした。その後いろんな報道がありまして、まあ、明治29年の津波も大きかったんですけどもこれはどっちかというとですね岩手県にこう偏ってたわけですね。岩手県の被害が大きいんですね。うちのあたりの被害はあの明治29年の時でもそんなにあの今回のようなことではあのないということが、まあ、分かっておりましたので今回はもう気仙沼の界隈だけで死者行方不明者合わせて大体最初は2000人と言われたんですけどだんだんあの分かってきましてそれでも1600人ぐらい あの犠牲者が出ましてまだ500人近くがですね行方不明というふうな、もう本当に考えられないような世界です。だからうちのおふくろが、まあ、自分のことを申し上げますと、気仙沼市 あの老人ホームにあの入所しておりまして、まあ、93歳ですからもちろん年には不足はないわけですけども、まあ、鉄筋コンクリートのですね3階建てですのでまあ大丈夫だろうとなんとなく思ってたんですけどもでも湾の奥のこう川の河口にその施設がありましたので
翌日ちょっと波が収まってそこへ行ってみましたら、やっぱりもう波をかぶった形跡がありますので、これはちょっと怪しいかなと思ってたら、東京消防庁の方々がですね、生存者を車椅子に連れてこう運び出しておりました。そしてちょっと聞いてみましたら、屋上に避難させた方々はなんとか生きながらえたっていうわけですね。でうちの袋は畠山小雪っていうんですけども、小雪はどうでしょうかって言ったら、残念ですと言われましてですね、それで、じゃあとにかく顔だけでも見なきゃいけないと思いまして、その手術の中に入ろうと入れてもらうと思ったら、立ち入り禁止なんですね、もちろん。それで事情を話しましたら、じゃあそういうことであればということで入れてもらいましたが、120〜130人入所してたんですけども、まあ本当にですね、40数人の遺体がこう並んでるわけですよ。もちろんベッドにこう寝かせて布を顔にかぶさってありまして、でどれがどなたかわからないもんで、もう本当にですね、お顔の布をですね、こうめくりながら自分の母親をですね探すなっていう、こういう体験は本当にですね辛いものですね。で息子を連れて行きましたので、うちの息子は袋の履いてた靴ですね、これおばあちゃんの靴だってことで、靴が分かりまして、それで顔をめくってですね、その水をかぶったからもう苦しんで死んだんじゃないかと思って、それはすごい気がかりだったんですけど、意外と穏やかな顔をしておりましたので、それで少しはほっとしまして、ペットボトルの水でですね、タオルで顔を拭いてやりまして、本当に寒い冷たい思いをねさせて申し訳ないというふうにもう謝るしかありませんでした。私は終戦間際にうちの親父がたまたま上海に船会社に勤めておりまして、鉄鉱石をですね八幡製鉄所にこう運ぶ鉱石運搬船の手配をのようなことをしておりました。それでもう終戦がもう近づいてまいりましたので、最後の船に親父は私を2歳の私をお袋に背負わせてですね、鉱石運搬船に乗せて返したわけですね。途中で潜水艦が出て危ないっていうんで、最終島のあたりに1週間ぐらい避難してて、それでなんとか下関にですねたどり着いて、それで日本海側をずっと北上してなんとか家までこう帰ったっていう、強運の母親ですから、本当にひょっとするとっていう期待もあったんですけど、考えてみればですね、当時はまだ20代だったんですよね、私は長男ですから。やっぱり93歳でこの巨大津波にですね、やっぱりこう対峙するのは無理だったなっていうふうなことなんですけども、何にしてももう気仙沼の管轄だけでもう1000数百人の方がね亡くなるというふうなののことを思えば、どの家にもそういう直接でなくても間接的にもですね、必ずその亡くなった友人や知人がいない家はほとんどないんですよ。うち の, 小さな地区でもやっぱり4人の方が逃げ遅れてですね、亡くなるというふうな、そういう経験をしてしまいました。で後でいろいろ新聞なんかにも報道がありまして、この規模のやっぱり津波は、明治29年も大きかったんですけど、やっぱりそれは北に、先ほど言いましたように北に偏っておりましたんで、今度はちょっとこう南までそういう被害に遭いまして、500キロっていう断層のねずれっていうことで、福島県の方まで行ってしまいまして、ああいう原発のことまでこう絡んでしまいますけれども、こういうこの程度のこの規模のでかい津波は東北大学の調査でですね、1200何十年前に上巻という時代があったそうですけれども、その時にこの規模の津波があったということが報告されまして、でじゃあその上巻の前はその規模 の津波はいつかって言ったらですね、これはなんと弥生時代だそうですよ。だから弥生時代があってですね、上巻があって平成っていう、そういうこう千年規模のって言いますか、人間の歴史ですから千年というのはすごいかも分かりませんけど、
及川先生の専門のですね、この地球とか宇宙とかの、その歴史から言えばそんなものは一瞬に多分過ぎないんでしょうけど、いずれにしてもですね、本当にすごいところに今居合わせてしまったっていう、こういうことですよね。まあしかし、家を失った方々は避難所に小学校とかにしばらくいたりですね、それから今は仮設住宅の方にこう移るようなことが始まっておりますけども、最初はですね、そういう方々ももうこんなですね危ない海辺で生活するのは嫌だってみんな直後は言ってですね、どこか内陸部の方へでも行こうかみたいな話をしてたんですけど、2ヶ月ぐらいしたらですね、みんなですねやっぱり海の見える小高い丘に家を建てて住みたいと、そして小舟をやっぱり海に浮かべてですね、そしてアワビを取ったりウニを取ったり釣りをしたり、まあ、そういう生活に戻りたいってですねみんな言い出したわけですよね。ですから三陸は本当に津波の歴史がずっとあるんですけども、もうとっくにですねこんなに、まあ、30年か50年に1回ぐらいの確率で来てるわけですから、そんな危ないとこにですねなんで住むんだっていうふうに思いになるかも分かりませんけども、やっぱりそれはそのもちろんふるさとってこともありますし、海が豊かだからですね、これは何のことはない。で私たちも一番心配しましたことは、そのじゃあ海はどうなんだってことですね。陸地は確かにその津波で蹂躙されましたけども、つまり海 の, その生物が育つその条件はどうかっていうことが、まあ、一番のこう心配でしたね。でしばらくはですね魚の影が本当に消えて、しまいました。やがて、今日田中先生がいらっしゃいますけど、田中先生をはじめとしてですね、京都大学の絡みの先生方がこうお見えになって、いろいろですね海へ潜る方も来ましたし、プランクトンを見る方も来ましたし、水の分析のする方も来ましたし、それから瓦礫がどこへ沈んでるかっていうのを調査する先生方も来てくれてですね、それでまあいろんなことがこう分かって、まずその一番心配なのは海の酸素量ですよね。これはどうなってるか。これはもう海底からそのずっとこう調べて、もうほぼ 100% に近いようなその酸素量があって、生物が育つにはもうほとんど問題ないということも分かりました。それから陸からいろんなものが海にこう落ちましたので、重金属とかですねそういうものはどうなってるのかこう心配をしましたけども、まあ、そういうことの、まあ、都市大学ってところの先生が来てくださって分析もしましたけども、それもほぼ大丈夫だということがだんだん分かってきました。それからその海藻はどうなってるかなってことなんですが、まあこれも全部見たわけじゃないんですけども、近くの岩場に行ってみましたらですね、意外と海藻はその全部ちぎれたっていうふうなことではなくて、ワカメなんかはですねちゃんと生えてたってことが分かりました。でメカブっていうのがワカメのこう遊走子って種を出すところなんですけど、それがちゃんとついておるとですね、今でもまだそのメカブが成長しているような様子も写真でもこう撮っていただきました。それから河原が海に落ちていました。その河原にアワビがついてですね、河原についてた珪藻類を食ってた跡があるというようなこともですね、見てもらいました。あ、ウニもいました。あ、これはなんとかいけるなということでですね、今心配しておりましたが、まあ、私は牡蠣の養殖業者なんでもう全部こう流されてしまいましたから、まあ、じゃあ、これからどう復活させようかと思ってましたら、牡蠣の種苗ですね、この種はですね、石巻の北上川の近くの万石浦っていうところがあるんですけども、まあ、そこがその牡蠣の種苗の日本の牡蠣の種苗の、大基地なわけですね。まあ、伊達政宗の時代にそこを干拓するとですね1万石の米が取れるってぐらいの広さの、広い干潟です。万石浦っていうんですよ。でもそこは入り口が狭くてこう懐が深いもんですから、杭を打ってこう竹で棚を作ってですね、去年の夏取った種をそこにこう並べておいて保存しておくわけです。で満潮になると
塩がかぶって干潮になると日が当たるような、まあ、それで乾湿をかけてるということで丈夫な種がまあ作れるんですけど、それがですね奇跡的にまあその岸に近いような、まあどちらかというとその棚を奥にしても棚にもそのいい漁場と悪い漁場があるんですけど、あまりいい漁場ではないその岸に近いようなところに置いたやつがそっくりそのまま残っておりまして、針金でつないだ柿の種が十何万連残っております。これでですね岩手県宮城県で使う量は大体間に合うってことが分かったわけですね。それでもう何十年ともう親子3代ぐらいの取引が種屋さんとありますので連絡を取り合ってですね、まあ、とにかくじゃあ種を取っててくれということで、でも種があっても今度はその養殖するにはイカダがなきゃいけないですよね。イカダを組み立ててそれでロープを挟んでそれをこう下げなきゃいけないんですけども、まあ、幸いなことに沿岸はまあ我が家もそうですけどどこでもですね杉を植えてイカダを作る大体段取りはしてるわけですよ。まあ杉の間伐材がね今売れないということで林業のことから言えば、まあ、あんまり価値はないんですけど、普段は、まあ、本職に頼んでですねその杉の長木を買うんですけども、もう今はそんなことはできませんので自前のその木を切っていかだを作るしかないわけですね。で海の近くの杉山を切ってですね早速そのいかだを作る段取りをしました。そしたらボランティアの方の中にですねチェーンソーが得意な人が来てくれまして、まあ、実はフィールド県の今度の生誕長は林学の先生でありまして、今度ボランティアにですねなんかその、作業が得意な方々が林学の方に来いらっしゃるので実は昨日ちょっとお願いしてなんかチェーンソーの得意な方に来てもらおうかと今頼んでるんですけども、まあ、木はおかげさまで近くにありますんでね、それでチェーンソーで木を切って、それからいろんな形のボランティアの方が来てくれますんで、まあ瓦礫片付けばっかりやってるとですねなんかまあすさんでくるじゃないですか毎日あんなこと、もう少し何か、希望的なそのね前進するような形のそのボランティアをやりたいとみんな思ってる。でその方々を来てもらってですね、じゃあ山からその切ったばかりの木って重いんですよ、とにかく長いですから、これをですね一本の木に10人ぐらいで使ってもらってこれを海辺まで、まあ、運んでもらうようなんですね。そういう仕事をお願いしたりして、でまあ意外とそういうことがはかどりまして、それから今度はですねいかだを作る釘がないんですよ。でまあ、私は実は今鉄のことに興味を持っておりまして、新日鉄の方々と、付き合いがあってですね、あ新日鉄の釘ぐらいあるんじゃないかと思って電話をしたらですね早速釘をですね箱で送ってもらいました。五寸釘とか六寸釘使うんですよ。こんなのね、金物屋だってなんだって全部もう商店街はもうないわけですから物がないわけですよ。でもまあ幸いにしてですね杉とか金槌とかですね送ってもらいまして、それでまあみんなでいかだを組んでですね、まあ、昔ながらの手作業でいかだを下ろして、それで、なんとか今柿の種を挟み込んで、まあいか我が家はいかだは大体台数で70台ぐらいのいかだがあったんですけども、でもおかげさまでですね20台ぐらいもういかだが浮かびました。だから、兄弟のフィールド県 そのチェーンソー部隊員がもし本当に来てくれればですねもう20台ぐらいはなんとかですね今やりたいと思って、まあ、それがやれればうまくいけばですね早ければ来年の春にはですね牡蠣が少しはこう売れるようになるんじゃないかと思うんですね。そして私の経験則では知事地震津波の時はですねやっぱりその後ものすごい貝の成長がいいんですよ。倍ぐらいのスピードで育つんですよ、やっぱり。だからいち早くですね漁場を復帰させればそういうことは私は可能だなということを今感じておりまして、それからまあ秋になれば11月になればこのホタテ貝というものがあるんですけど、ホタテ貝の種は北海道の日本海側から供給されますんで、ここは津波の被害はありませんので種はあるということも分かりましたんで、なんとかそれをですね11月に仕入れれば、
来年の夏にはですね、もう出荷できる大きさになりますので、それで、まあ、1回転ぐるんとこう回ればですね、なんとかその自分の家業のですね、見通しもこう出てくるんじゃないかと思って、まあ南側のその、南三陸町志津川っていうところとかですね、まあ、石巻の方もひどいですし、それから北隣の、まあ、陸前高田市っていう、こう広田湾っていう、ここはもう本当に、まあ、先ほどあの画面で見られたと思いますけど、もうひどい状況ですので、もうまだまだですね、海にこう復帰をするというふうなことのとこまではまだあの気持ちがこういってないようなところでのようですけども、まあ、私たち気仙沼湾の、特に私たちの唐桑町の若者たちはやっぱりまたやろうということでですね、そういうふうなことにもあの働きかけております。我が家もあの長男、次男、三男とですね、男の子があの3人同じ仕事を今しておりますので、まあ、こいつらを束ねてですね、なんとか、復帰を示してですね、やっぱり地域の中で、やっぱりちゃんとやっぱり飯が食えるんだと、この海でさえ、海をちゃんとさえしておけばですね、漁場を復帰させれば、まあ、そういうことを今、示そうと思って、まあ今一生懸命頑張っておるわけです。まあ、とにかく2ヶ月間水道とあの電気が来なかったですから、2ヶ月間風呂はなくて、まあ面倒くさいからっていうんで、まあ大体無精なもんですから、ひげを生やしてですね、ひげぼうぼうで、まあこんな格好になってしまったんですけども、まあうちの仲間から牡蠣が復帰するまではひげを剃るなって言われておりまして、まあ養殖業が復帰した暁にはまあきれいにしようと今、まあ、思ってる次第です。まあ、それで、まあ、私は牡蠣の養殖をしながら、あの二十数年前から、海はその塩水だけで育ってるわけじゃなくて、まあ、牡蠣の、特に牡蠣の漁場はですね、川の水が流れ込む淡水と海水がまあ混じり合っている海域が、まあ、いい漁場になってるわけですね。まあ、京都の場合はあのすぐ隣の、広島が牡蠣の産地で、あんな瀬戸内海のですね、奥の奥でなんで牡蠣が取れるかと言いますと、あそこに太田川っていう川が流れ込んでるからなんですね。川がなければ牡蠣はできないわけです。宮城県の場合は北上川ですね、なんて言いましても日本で4番目の大北上川のが流れ込んでる。私たちの気仙沼はもう、まあ、小さい湾ですけど、大川っていう、まあ、二級河川がやっぱり流れ込んでるということですね。まあ、あの舞鶴の方に行っても、どこ行ってもですね、もう塩水だけでなくて全部こう川が流れている、淡水と海水が混じり合っている、まあ、そういう海域を汽水域って言いますけど、この汽水域こそですね、海の生命が育つ、まあ、ゆりかごであるということですね。ですから、今まで、海ばっかり見てきたわけですけども、これは、川も見なければいけない、それから川の上流のですね、山までこう見なきゃいけないということに、二十数年前に気がつきまして、まあ、牡蠣を作っている漁師の仲間がですね、森は海の恋人っていうこのスローガンを掲げて、まあ、山に木を植えるという運動をあの開始しました。これはですね、その山に木を植えるということは、その単に森林のことだけを、森林の復活ということだけを言っているつもりではありませんで、結局その川の流域にはですね、まあ、例えば京都から琵琶湖から流れている、淀川もありますけども、この淀川水系を取ったってですね、川の流域には人間の生活模様がもう横たわっているわけですね。だからこの川の水を本当にこう少しでもきれいにしようとするときに、まあ、人間のつまり意識をですね、どういうふうに森と川と海は一つのもんだよということをやっぱりこう教えていかなきゃいけないということに、まあ、気がついたわけですね。ですから確かにあの上流の山の整備をちゃんとするということも重要なことですし、まあ、そのことを知らしめるために木は植えてますけども、私たちの実は一番の狙いは、川の流域に住んでいる人々の心の中にどうやって緑を増やしていくかってことが第一義なんですよ。でそれがあのなされれば、人々の意識が変われば、縦割り行政の中でですね、
海は海、川は川、山は山だ、農地は農地というふうな、その縦割り行政のバラバラのものの考え方も、あ、これは全体として考えなきゃいけないというふうにも思いますし、あるいは私は初めてその大学っていうところに行ってですね、大学っていうところの学問の世界も随分こう縦割りで、隣の研究室の人は何やってるか分かんないなんて話も、まあ聞いてみた時、ああ そういうもんですかと思ったりしたんですけど、やっぱり学問の世界も全体として自然はどうなってるかっていうふうなことにやっぱり行かなきゃいけないなっていうこともですね、まあ薄々そんなことも感じながらそういう活動を続けてまいりました。まあそういう中で、今から6、7年前に京都大学から我々に教授ですけど田中先生と、それから川野先生とですね、海野先生と山野先生と3人おいでになって、普通、そういう学者が3人おいでになるってことは今までのですね、この縦割りの中ではありえないことなんですね。私たちも東北大学の水産農学部水産学部の先生方とは多少は交流がありますけども、林学の先生がですね海に来たなんて話は聞いたことないわけですよ。まあ今日竹内先生はじめになりますけど、林学の先生が柿の養殖のですね海に来た、これはもう本当にですね、晴天の霹靂って言いますか、まあ、画期的なことです。でそれをしていろいろ聞いてみたら、やっぱり学問の世界もそういうふうにこう縦割りになってるから、これを統合した学問をやっぱり立ち上げなきゃいけないということで、フィールド科学教育研究センターという組織を立ち上げて、世界で初めての学問といわれる森里海連環学という学問を京都大学から、起こしたという説明を、まあお聞きしたわけですね。まあ、私は本当にその時、まあ、平然としておりましたけども、本当にやっとそういう時代がね来たかということで、まあ、心の中ではねものすごい、まあ、涙を流してですね、まあ、泣いてたわけですけど、まあ、そういうことから、まあ、私は牡蠣の養殖をしながら山に木を植えてるということと、それからこれは人の心に気を入れなきゃいけないということも分かりましたので、これは教育の世界に行かなきゃいけないということもすぐ分かりました。それで何をやったかと言いますと、川の流域に住んでいる学校、小中学校をですね海に呼んで、牡蠣を食べさせたり、ね、ホタテを食べさせたりしながら、森と川と海はどういうふうにつながっているということかをですね子どもたちに教えるような、そんなことをずっと続けてまいりました。これもしょっちゅう言ってることなんですけど、その体験学習の目玉はですね、プランクトンネットでプランクトンを取ってですね、コップにこうやってこういうふうに溜めるわけですよ。これをですね、子どもたちに一口ずつ飲んでもらうということを、思い立ちまして、ずっとやってるわけですね。まあそれは何、まあ毎日こういうものを、牡蠣は1日に200リッターもですね、水を吸い込んで、もちろん呼吸しているものですから、毎日プランクトンを食べているわけだから、まあ、プランクトンはどういう味を味わっている、牡蠣はどういう味を味わっているのか、君たちも試してみないかというふうなことが、まあ試みなんですけども、まあ、とてもですね、動物プランクトンもいますから、チュチュ動いているやつもいますからね、飲めって言ってもみんな、まあ、尻込みするわけですよ。でも船で沖へ連れていけば船長の言うことは聞かなきゃいけないですよね。飲まなきゃ帰らないからって、まあ、ちょっと脅してですねこれをそしたらですね、農家の子供ですけど、これはまあ植物プランクトンが圧倒的に多いわけですから、なんかキュウリの匂いがするって言うんですよね。青臭いんですよ。それで安心してですね、みんな子供たちがこれを回し飲みするような、まあ、そんなことになります。でこれをまあやるってことは、つまり海川からですね、人間が流してきたものを一番最初に体に取り込む生き物は植物プランクトンですね。だからこれを飲むってことは、人間が流したことを飲むってことをどうやって教えるかってことの、まあ、手段ですよね。で子どもたちにそのことをちょっとこう教えたりして、それから植物連鎖のね話をしたりして、まあ、水俣病の話をしたりしてですね、つまり人間が流したものを植物プランクトンがまず吸って、動物プランクトンが吸って、小魚が吸って、大きな魚になる、つまり1000のものがこう1に集約して、これを飲んでしまったために水俣病が発生したというふうなことを子どもたちに
教えてこう返してやりますと、子どもたちからやがてですね、作文が届くわけですね。私たちは畠山さんのところへ体験学習に行って、行った次の日から朝シャンで使うシャンプーの量を半分にしましたって言うんですよ。本当に涙が出ますね。まあ頭を洗う時に今までですね、シャンプーの量なんてその何も考えてなかったのは、やっぱりそれをまあ半分にしたかどうかは分かりませんけども、とにかく注意するようになったと。それから台所でですね、お母さんの洗い物をして、まあ天ぷらなんかやって油をね、あの食器を洗う時にお母さんは洗剤を振りかけてたのをですね、それを娘が、5年生の娘が、お母さんそんなに洗剤を振りかけるとね、川を通ってそういうものを見えて植物プランクトンが吸い込んで最後は自分たちの体に来るんですよって、娘がお母さんに言うんですか。これは説得力があるわけですね。から お父さんには農薬とか除草剤をね、その話もそういうのの毒のことも農家のことを言ってるわけですよ。でそういうものをですね、ほんの少しでいいから減らしてくれませんかって子どもたちがこう伝えるとか、そんなことがですね、親から、子どもから親に伝わって、今度親から行政にも伝わっていって、選挙の時はですね、そういうことをちゃんと環境保全のことを言わないと今選挙に落ちるような時代にもなってきましたね。じわっとこう聞いてくるわけですね。そうすると今まで川の上流ので農業をやってて海のことなんか何も考えてなかったことを、やっぱり、環境保全型農業に切り替えて、あんまりその、下流のですね、海の方々にあの負荷を与えないような農業の在り方をしようというふうに、行政もですねこう変わってきた。じゃあ私たちもあの海で暮らしているものなんだけども、じゃあなるべく農産物はここの川の上流から買いましょうというふうなことでですね、こういう交流も、子どもたちの体験学習から物を買ったり売ったりするような、こういう交流もこう生まれてきてですね、地域全体がやっぱり森と川と海は一つのにしなきゃいけないっていうふうなことをですね、みんなでこう考えるようなことに、私は、そういうことがこう芽生えてきたと、この二十数年間のことで思ってるわけですね。それで、2、3年前にその川の底にいる虫の調査をする埼玉県の中学校の先生が来られて、水生昆虫の調査をしていました。で川の一番上流の石をひっくり返せば、当然その綺麗なところにいる虫がいるわけですね。だん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 こう下に来れば来るほど汚いところにいる虫に変わってくるわけじゃないですか。ところが我が大川はですね、この上流のこの虫がですね、この塩水が上がってくるギリギリのところをひっくり返しても、ここと同じ虫がいるってことが分かったんですよ。それはもう表にこう出る、出してもらったんですね。それで、あ、うちの大川は、まあ、見た目はそんなにその清流とはいうような感じではないんですけど、生物にとってやっぱりこれはいい水じゃないかというふうなふうに私は思ってるわけですね。で、まあ、去年はちょっと水温が高かったので鮭の遡上があんまり良くなかったんですけど、たった25キロの川にですね、まあ、室根町っていうところを水源に、気仙沼湾とそれから本吉町という方に日本川が流れてるんですけど、本吉町に流れる津屋川っていう川ですね、これに約7万尾近く鮭が来るんですよ。で気仙沼湾に流れてる大川っていう、ここもね6万尾台の鮭が来るわけですよ。北上川250キロありますけど、これ5万尾ですよ。これはね、まあ、水産の先生はそれは放流尾数によって掛け算で来るんだっていうふうに言ってますけども、そればっかりじゃ私はないと思ってるんですよね。やっぱり水質も重要じゃないかと思ってるんですね。まあ、今年この、津波で、鮭の遡上がどうなるかちょっと心配しておりますけども、まあ、なんとかですね、ですから沿岸域の海は確かに、陸上の施設、人間の住宅は破壊されましたけども、海そのものはですね、何も壊れてない。でも重要なことは、そこの海に注いでる川と流域の人の心の中の森と上流の森がちゃんとしてればですね、津波があってもですね、それは復活できるってことですよ。これセオリーは文字通りで、これは森里海連環学じゃないですか。ああ、いや少し持ち上げなきゃいけないこともあるんですけどいやいや、でもね、やっぱりね、これはそうですよ。やっぱり、
それでですね、今までまあどちらかと言いますと海ばっかりだし木を植えるってことばっかりやってきたんですけど、ここにまたですね面白い人が、被災地の我が家にいろんな方が今入れ替わり立ち替わり来ていただいてですね、いろんな技術の方を持った方がですね、これはどうでしょう、これはどうでしょうっていろいろ提案していくんですね。でその中の一人にですね、実はその間伐材っていうのは非常にそのまあ成長がこうね早く育ってますから、どちらかというと赤身よりもまあ白田がこう多い木ですよね。そういう木は木としてはあんまり材としては実はあんまり良くない木でありまして、まあ水回りの木は本当はいいんですけど、日本のは暖かくて雨が多いですからどんどん成長しますよね。だからまあ腐りやすいし割れやすいし折れやすいとかということで、あまり太くない木は国産材としてあまり建築材としてあんまりいい木とは言えないらしいんですね。まあ、私は木材のことは素人ですけども、それからカラマツなんていうのも戦後ものすごく植えたんですけども、これはもう暴れる木の代表だそうで、もう製材してじゃあ何かに使おうと思ったら大暴れに暴れてですね、とても建築材に使えない。それから松は30年40年経ってもこの切った小口からヤニがドワッと出るんだそうですね。これは本当に始末に悪い木だ。ところがですね、この、群馬県の方なんですが、この人の技術を使うとヤニもですねちゃんと、自分の家はその、カラマツで作った家なので30年経ってもこの通りだってこの前見せてもらいましたけども、そっくりしてると。それからいわゆる雑木と言われる落葉紅葉、さまざまな落葉紅葉樹もありますけども、こういうものもつまり建築材に使おうとすると本当にみんなこう暴れる木なんですね。これがですね、この暴れる木の気持ちがなんだか収まるらしいんですね。でどういうふうにするかというとですね、まあ彼はもともとその群馬県の山の奥のですね、いわゆるその今限界集落なんかと言われている人が住めなくなっているところなんですけど、なんで人が住めなくなっているかというと木が売れなくなったからですよ。木さえ売れれば、ね、収入があるから山奥だって人が住めるって彼は言ってるんですね。だからなんとかですね、日本の木が売れるようにしたいっていうことが彼のそういう技術を作り出す、まあ、根源になっているそうなんですけども、ある時ですね、こけしを作るその職人が、こけしって水切って木で作るのはご存知ですよね。でこけしは乾燥が悪いとこれがもう途中で割れますから、やっぱり乾燥させにはしばらく何年かこうやっぱり寝せておかなきゃいけないらしいですね。ところが時間がないのでですね、ある時火を燃やして、そこの上にうねとたんかなんかこう並べてですね、そこに水切を並べて何段かに重ねてちょっとやってみたんだそうです。乾かす、まあインスタントな乾燥機ですね。そうしたらどういうわけかですね、これがですね早く使えるってことに気がついたっていうことがヒントになって、じゃあ木をですね鰹節のようにいぶしたらどうだということを考えて、30年間いろんな実験を繰り返してきてたどり着いたのは、もう今この前見てくる25メーターのこの箱を作って、まあ、コンクリートの箱を作ってですね、で傍らでその枝とか葉っぱとか材料にならない木をここで燃やして煙を出してですね、これをぐるぐるこう回すわけですね。でこの火力で乾燥もさせるし、あとその煙が何かですね作用するのかどうか、その大概の木はですね、そのあんまりこう、暴れとかそういうものが少ないような建築材に使えるっていうことが分かったわけですね。それで、これは今度は建築学会とかですね、木材の方の専門の研究者がそういう学問があるんですけど、そういう方々はこれがなんでそうなるのかっていうの解明がまだですねでほとんどしてないらしいですよ。でも結果往来なことは間違いないっていうことがこの30年の歴史の中で、彼の研究の歴史の中で分かってきたわけですね。で日本でなかなかですね、それをいろいろ言ってもですね、認めてもらえないので、なんか、まあ多分、何でもそうですけど、学者の方々っていうのは足の引っ張り合いがこうあるみたいなんですね。すいませんの。それでですね、
なんかじゃ あの火力を化石燃料を使ってですね、乾燥機で木は乾かせばいいんじゃないかみたいなこと、これはこの人もいろんな実験して石油を使ってじゃあ乾かせばいいかということでカラカラに乾かして木はやっぱりダメだそうですね。煙でいぶすってところに何か秘密があるってことらしいんですね。まあそれで、田中先生はマレーシアに行っておられましたけど、マレーシアっていう国はですね、パームヤスっていう木のプランテーションがものすごい面積でこうやってますね。あの実からいろんなものを取りますよね。ところがあれ20年ぐらいするとあの実がバタッとならなくなって、あれ全部切って、燃やしてんだそうですよ。膨大な木だそうですよ。あの木がですね、綿のような繊維でですね、とてもですね、その建築材に使えないんだそうですよ。ところがこれをいぶしてやるとですね、これが建築材に使えるということが分かって、実はそういう ODE を通してですね、国連のそういう組織を通して、実はそういうところにもこの技術をですね、今、使ってもらえるようなことに今少しずつやってるらしいんですね。だから応用範囲はもう数限りなく出そうで、私はもうある意味でこれはもうノーベル賞に匹敵するような、結局パームヤシの木を使えるようになれば、それが建築材になればですね、熱帯雨林を切らなくてもいいっていう方向にもこういけるわけですね。だからこの木をどうやったら利用するかっていうこの学問も森里海連環学の、あ、今まで私はまあ林学者の先生方とあんまり話をする機会はまあ竹内先生を除いてあんまりいなかったんですけど、あ、これは林学の木材関係の先生とこれ今度近づかなきゃいけないなと、今一生懸命水産よりもこっちが大事だなと思ってるんですけども、まあそれは冗談ですけど、それでまあどこへ行ってもうちの方も川の流域には真っ黒くなるぐらい杉山ばっかりじゃないですか。でこの杉山に光が入らないので、干ばつが進んでないので、雨が降ればダーッと水が流れてくる、川がもう泥水が来るというふうに、川の環境がこの杉山に手が入らないために悪いわけですよね。だから今回の震災で約20万軒ぐらい の全壊半壊の家が出ておりまして、膨大な木がいるんですね。この木をどこの木を使うかということが日本という国を考えるときのものすごいキーワードですね、環境を考えるときに。ですからぜひですね、その学者のその縄張り争いなんてもう一回やめていただいてですね、いいものはいいとして認めていただいて、この日本のその間伐材をね、どうやってこれを使うかというところにこう話をですね、まあ、進めていただきたいというふうに私は願っているわけですね。それで、全国のそのまあ岩手県でも宮城県でも福島県でも川の流域はもう真っ黒に杉が上がりますから、ここに手が入れば光が差し込んで下草が入るようになって、結局、まあ私たちが主張しておりますように、川のその森からですね、海に必要なフルボ酸鉄というふうなものが、供給されることもありまして、それから森林がしっかりすればですね、湿地帯のも保護されるわけですよ。湿地帯は湿地帯だけでその、生存できるわけではなくて、背景にちゃんとした森林がないと湿地帯が生存できないんですね。この湿地帯がね、またね、海にその不足している鉄を供給する大きな役目をしているということは、アムール川の流域の湿地帯を調べた白岩隆之っていうですね、先生の報告書にも、まあ、出てるわけですね。アムール川の湿地帯は北海道と同じ面積あるそうですよ。そこから供給される鉄っていうのは本当にものすごいもので、それが三陸沖まで届いてるってことが、まあ、去年テレビで放送されましたので、まあ、このメカニズムは分かってきたわけですけども、まあ、ですから、今回その ものすごいその家を建てなきゃいけない、しかも今度は高台に家を建てるってことは山を切るってことになりますから、また木が出るわけですよ。で今までの常識からすればですね、夏切った木とか、まあ、なんかあんまりですね、その太い木でないやつはこんなものを外人に比べれば役立たずだかって、みんなこれも捨ててるわけですよね。もう農家の方、農家で林家の方もですね、せっかく植えた木を間伐材を今山に捨て切りにしてんですよ。これはまあ経済から言えばそんなもの合わないってことなんですけど、やっぱり心情的にはですね、せっかく育てた木を切って腐らせるっていうことはどう考えたってですね、農家の人の傷を林家の方の傷を傷つけるわけですから、こういう本当に
加工技術といいますかね、そういうことがこう取り入れられて、そうするとそれから切り時関係なくこの装置は使えるということも証明されているわけですね。今切った木でも5日間それをやってやれば、製材して家が建てられるということになります。ですからこれは仕事が今度連続してですね、仕事ができる、それは雇用につながってくるということですよね。製材所も動くし大工さんも動くということですよね。ですから、まあ、海がしばらく復活するまでは、じゃあちょっと山へ行ってそういう仕事を手伝うかとかというふうな、まあ、我々もですね、息子たちお前ちょっと少しそういうところに行ってアルバイトしてこいというふうなことも言えるかもわかります。それで、限界集落っていわれる山の奥の方々もこれで木が売れるということになれば、そこにも人が住めるようになる。そうすると流域全体の環境が良くなる、ね、川が良くなる、最終的に何だか知らないけども海は良くなってるわけですよ。これですね、森里海連環学ってですね、本当にうまいこと言ったなと思いますね。兄弟大したもんだと思いますね。だから今度はですね、まあ、明日私はそれを見て、兄弟の先生がその、ね、どんな地震にあっても倒れない設計のね、貨物材を使ったもう家ももう、あるといいますから、そういうものも見せていただいてですね、小高い丘の木を切ったらそれをそういう装置で材木にして、それをそういう家を建ててもらって、また元のですね生活ができるようなことに、まあ、復活していく。それから、山を切ると表と前に崖ができますね。この崖をどう止めるかっていうのも大問題なんですよ。今日は時間がないからそのことに触れられませんけど、これはですねフォレストベンチ工法ってですね、地震とその大雨とにめっぽう強いですね。しかもフォレストベンチですが、ここがね、のり面ですね、方面、のりが森に変わる技術を持った人がいるんですよ。我が家でそれを10年前にやってもらって、それが津波にも強いってことが分かったんですよ。津波でですね、我が家の前面の崖が、もう家の前、庭までうわーっと盛り上がって、こう引きましたよね。何回かこれを繰り返して、これ、前面の糊面をコンクリートのようなものでこうやってたらですね、内側から力が引かれれば、こんなものを前に全部倒れて家もおそらく流されたと思うんですけども、この、フォレストベンチ工法っていう工法があるおかげでですね、我が家の糊面は持ちました。だからこれ津波にも強いってことが分かりまして、そういうですね、まあ柿の養殖とは全く違うような方々のですね知恵をこう集めてやっていくと、ああなんだこれはね、まあ京都の方に比べればですね、三陸地方なんていうのは昔からですね、まあ白川以北一山百門なんて、まあ、言われた時代もあったようでですね、まあ本当にはるか外国のような地のような感じなんですけども、そういうところからですね、この日本という国をですね、やっぱりこうもう一回見直すような暮らしとか技術とかいろんなものがこう発信できるようになるんじゃないかと思うわけですね。だからこの木をいぶすっていう技術を持ったその方が、まあこれスポンサーがつきましてですね、我が家の近くにですねモデルハウスを作ってあげるって今話が大体まとまりそうです。世界中からどんな建築者が来てもあっと驚くものを作ってみせるって、まあ彼は行き場えてるわけですよね。だって今まで全然建築材として使えないものが使えるってことは、これ偉いことなんですよ。波及効果なんですね。そんなこともありますし、それから、まあ、田中先生を中心としてですね、この千年に一度のですね大災害の後の海、森から海がですね、どういうふうにこの環境が変遷していくかっていうのをちゃんとしたデータをですね、東北大学がもそもそしてますから、ぜひ京都大学が早く行ってですね、これをこう調べていってですね、いやいや、東北大学はものすごい地震で被害を受けてるんですよ。水産の試験場、女川の実験場も全部、また水産試験場も全部ダメで、当分は何ももうできない状態ですので、ぜひですね、京都大学の本当に英知をですね、私たちの三陸にちょっとお貸しいただいて、そして、でもそこからまた世界に発信できるような、また物語がですね、こう出来上がるというふうな夢が私のこの津波に対する復興計画の夢でもあります。昨日ちょっと、なんか
難しい方が、難しいって言って怒られますね、理事の方々とちょっと面談する機会がありまして、京都大学としてですね、やっぱりボランティアをどのように三陸にこう向けるかっていうふうなことの相談も受けましたし、それから支援体制もですね、どういう体制で京都大学としてこう行けるかっていうふうなことの、お前はちょっと窓口になって調整してくれっていうふうなことも言われましたので、こんなご縁の中でですね、なんとか、単にその、支援をいただくということだけじゃなくて、そのことがですね、新しいこの、学問世界にやっぱり発信できるようなですね、やっぱり、どこにもできないような学問をとしてもぜひ、プログラムの中に組み込んでいただいて、復活を果たすことができればいいなというふうなことを、今日は申し上げまして、御礼をもう本当に兼ねまして、私の今日の話に生かさせていただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。